本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は森崎浩二選手をスタジオに迎えて、たくさん話してくださいましたね。かっこよかったね。そうですね、あの髪型しようかなと思って、ちょっと佐竹さんも同じこと言ってました。できないかねえ、ちょっと入りそうな感じですね。そう、かっこいい。でですね、今日スポラバーあったんですけど、その前に、はい、山内さん、はい、収録前に子供たちに野菜じゃない、野球、野菜を教えてないですけど、野球を教えてきましたよ。ワンパクトレーニングでね。あ、行ったことある？ワンパクトレーニングは。あのトレーニングはないんですけど、去年あの1年目の時に初めて司会をやったのがワンパクスポーツフェアで、その時に大野さんが来られたんですよ。おで、もう何もわからない私に優しく話しかけてくださったのが大野さんで、うん、まあ、その後取材とかで球場であっても、ちゃんと名前まで覚えてくれてるんですよ。おお、西山ちゃん元気よ。そうですよ、そうなんですよ、言ってくださって、そういう人なのに大野さんは。そうですよね、っていうのですごい万博のスポーツフェアはすごい覚えてます、自分にとっても。どうですか今日トレーニング行って。今日はトレーニングで、まあ、あの元ね広島カープのトレーニングコーチの鈴川さんに来てもらって、まず体のウォーミングアップとか体の使い方のトレーニングをして、で、あとねキャッチボールはまあ僕が投げるの専門なので投げ方を、基本的な投げ方を教えてあげて、あとねスペシャルゲストで今年引退した広瀬選手に来てもらって、バッティングの方をね、教えてもらいましたよ。子供たち喜んでました。広瀬はねユニフォームを着て来てくれたので、すごい豪華ですね。豪華ですね、良かったですよ。まあ子供たち目輝かせてましたしね。なかなかプロの選手を教えてもらうことなかなかないからね。ないですよ、でも元気あってよかった。山内さん、子供たちとの関わりっていうのは。いや、やっぱりあの、まあ、今日は今回トレーニングで野球なんで、やっぱり野球を通じてやっぱ感じてもらうものがいっぱいあるので、やっぱり続けてもらいたいという気持ちがあってね、やっぱ基本的なものを教えてあげましたけど、そう、まあ、広瀬選手も、そう、子供たちとやっぱりこう、楽しく、いや広瀬はね、そういうあの子供に愛されるキャラなのよ。あ、時にこう厳しく言ったりね、笑顔、あの笑いを取ったりするんで、非常に和やかに進みましたね。そのワンパクトレーニングを終えて、コラボに出て聞いてくれました。僕が来ました、来ました。いや、本当ご苦労様ですね。はい、あの保護者の方とかどうですか。保護者の方もね、あのやっぱり終わった後にね、こう例えば肘がこう少し痛めたらどうすればいいですかとかね、非常に熱心な方がおられたんですけどね。まあ僕は保護者の方に言いたいのは、やっぱりその子供がやることに対して、まあ、サポートしてあげればぐらいの感じで僕はいいと思うんです。まあこういうふうにそのワンパクトレーニングに参加してもらうっていうことだけでね、本当にこう親子でいい経験できると思うので、これは非常にいいイベントだ。いいですか。いい、もう我が社のイベント。そう、ワンパク大作戦。ワンパク大作戦、僕ね、いろんなとこ出たいもん。あ、ワンパク大作戦いいですね。出たらもう忙しくなりますよ。あ、そうだな。まあただ何、カヌーとかやるじゃん、宣伝とかやってんじゃん、クッキングとかやってます。おい、もうやりたいタイプ。あ、いいですね。クッキング、やる。いや、いいですね。あの本当はあの子供たちが純粋に楽しそうにしてるのを見ると、やっぱりこっちも元気出ますね。そう、ちょっと自分が楽しみたいのもあるけど。ぜひクッキングとかお願いします。はい、これ本当にいい、ワンパク大作戦大好き。そうなんですよ。まあ、本当におっしゃった通り、いろんなあのワンパク大作戦ありますので、まあ、興味ある方はぜひ TSS のホームページで検索してみてください。ぜひ参加してください。そうなんです。それでここで失礼しますというところなんですけれども、はい、実はですね、今日森崎浩二選手スタジオに来てくださいまして、来てくれまして、あのスタジオのプレゼントはあのボールに、ボールにサイン書いてありましたね。はい、いただいたんですが、プレゼントしました。なんとスプラバチャンネルにもプレゼントいただきました。嘘。そうなんです。何？実は見てください。サイン、色紙を、直筆サイン、スポラバチャンネル最後までご覧いただいた方のみぞ知る。いつもらったの知らなかった。そうなんです。しかもこれ1枚だと思うじゃないですか。2枚からの3枚ということで、3枚もらってどうするのこれ。プレゼントです。プレゼントする。スポラバチャンネル最後まで見ていただいた方のみですね、ご応募していただきまして、はい、あの当たります。え、どこにご応募するの。もうこのスポラバチャンネルに。そうですね、スポラバチャンネルに、あの、はい、応募していただいて、はい、またちょっと応募の詳しいことは
またあのなんかこの辺に多分出ると思いますので。そうなんだ。それ見ていただいて。よかったですね、最後まで見てくれてありがとうございます。やっぱ、まあ、ご褒美ありますよ、最後に。最後のご褒美ということで、ぜひどしどしご応募ください。はい、さあということで本当にこの辺で今日は失礼いたします。はい、あ、そして来週は前田健太と前田健帰ってくる。スポラバに来ていただきます。しかも1時間スペシャルでお伝えしますので、たっぷり。え、1時間なの？そうなんです。そうなんです。1時間。知らなかった。スペシャルで。そうかそうか。オッケーオッケー。お伝えしますので、ぜひそちらもご覧ください。考えとこう。はい。ということで失礼します。はい。